象の村に着きました。サトウキビを食べる象の姿をずっと見てたんですが、どれだけ見ても飽きませんでしたね。そしてここの象の姿をですね、ビデオに撮ってあります。どうかご覧ください。とても愛らしいです。これは私が乗せていただくゾウさんなんですが、名前を聞くのを忘れています。すいません。背中まで 2.5 メーターぐらいありますかね。そしてその上にある椅子に腰掛けると目の高さが4メーターぐらいになるんです。そしてのしのしと歩いて、足がちょうど肩の上にあるので、ゾウさんの足の動きがよく伝わってきます。ここには約200頭のゾウがいるそうで、トレーニングセンター的な役目をしているようですね。そして、象に乗せていただいて降りるときにですね、象使いの方がこう言うんですね。チップチップだと、そのチップは私にではなく、象にやってくれということで、その言葉には負けて、チップを象さんに渡しました。